まだまだ上がりますよね。うん、上がるんだけど、その E 判定にもそのなんていうか層があるじゃないですか。これはやっぱりその今の時点でどういう成績で、はい、で何やっててっていうで目標点こんな感じですみたいなのを武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。この時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、うん、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、まあ、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。浜井先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、今高校3年生ですと、地方国公立を目指していますが偏差値が足りず未だ模試は E 判定ですと、うんうん、志望校を落とした方がいいのでしょうかと、またこれからの時間で、一気に成績を上げていくことは可能ですかという話です、うん、なるほどね。まだまだ上がりますよね。うん、上がるんだけど、その E 判定にもそのなんていうか層があるじゃないですか。 E の中にもレベル帯がありますよね、うん、そう、いやもちろんね、短期間で学力を上げられるんです、上げようと思えば。あります、いくらでも。特に、まあ、国立志望なんでセンターって考えると、はい、センターの点数なんか1ヶ月あればかなり伸ばせるんですよ、ぶっちゃけ伸ばそうと思えば、はい、ただ何点伸ばさなきゃいけないかにもよるっていう。そうですね。例えばこれがあと100点足りないとかの話だったらね、はい、だから例えば残りがさ、あとまあ、例えば1ヶ月しかないって言ったって1日3点上げられれば90点上げられるわけじゃないですか。余裕ですね、うん、頑張れなんとかなりそうな気がするじゃないですか。いけますね、はい、でこれ300点上げてくれって言われるとですね、1日9点上げなきゃいけないっていう、なかなか話になると割と大変じゃないですか、やっぱ。そうですね、うん、だからこれはやっぱりその今の時点でどういう成績で、はい、で何やっててっていうで目標点こんな感じですみたいなのを、まあ、受験相談とかね、武田塾に来てもらって、そうですね、詳しく話してもらえれば、あ、その状況だったらこうした方がいいねみたいなのがあると思うんですよ、はい、さっき言った話だと100点差ぐらいだったら多分、まあ、志望校先に間に合わせる方を模索してみたらって話になるだろうし、300点離れて状況だったらそれはちょっと厳しいなみたいな、なりますね。したら、まあ、正直浪人覚悟でリスクある勝負するか、もしくは志望校下げて、まあ、可能性を上げるかどっちにするみたいな話になるかもしれないし、はい、まあでもそれはやっぱりその状況を細かく見て初めて分かることかなとは思います、うん、はい、まあ、でもどんな状況でもやっぱ最善を尽くした方がいいとは思うし、うん、ね、こちらとしてもやっぱりね、せっかく相談して触れたことなんで、できる限りね、その希望に合うようなやり方をしていけるようにしてほしいなと思って、ね、で、うん、あとこの期間、今ぐらいの時期だとこう受験相談に来た子で、今からやって間に合いますかって質問めちゃくちゃ多いんですね。みんな必ず聞くっていう感じなんですね、はい、ただ間に合うかどうかは本当に自分次第っていうところが大きいですけど、僕らの方に相談しに来てくれれば何をやればいいのかっていうのをバッチリ示すことができるので、うんうん、あとは君らのやる気次第というところではあります、うん、はい、でも武田塾のやり方であるならば、他のところよりも最も効率よくガンガン上げていくことはできると思うので、うん、今の時点でこう間に合わないからもうダメだとかっていうふうに思っちゃう必要はないと思いますよ、うん、はい、まあ、あとね、間に合いますかじゃなくて、間に合わせたいんでどうしたらいいですかという質問をした方がいいと思いますね、そこは。すごくそっちの方が建設的ですね、はい、なので、やっぱそこはどうすれば受かるか、うん、そしてそれを示されたとしてやるのか、そこを一回、ね、考えてみて、うん、くれればいいかなと。なのでぜひですね、状況をもっと詳しく、教えていただければより手厚いアドバイスができると思うので、はい、ぜひね、最寄りの校舎なり受験相談申し込んでもらえればと思います。はい、はい、来てくだされば何をやればいいのかっていうのをバッチリ示しますよ。はい、はい、で今回の質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。